ス区間限定で ST のバーを開きまーす。2月24日から28日の5日間、時間が18時から23時までので、住所もね概要欄の方に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。わし伝説のコーナー、あ、めっちゃ普通よ。わかったパターンね。なるほどね。もうこの前伝説まで来たよ。一周したらちゃんとするということで、本日は何を話すんでしょうか。今日はですね、船についての都市伝説ですね。船ステップサーシップオメンザワーイ。エピが過ぎるんだよお前は。トイシップだ。もしろおっきいミッキーミラージ。会話できてね。史上最大の謎に包まれた都市伝説という1872年に起きた事件なんだけど、結構前よ、うん、船はボロボロで、船の中は死体まみれ、辺り一面は血だらけになっている。おー、怖いね。なんてことはないんです。どういうやつか。というのもね、こういうオンボロ船が海で漂流してしまうっていうのは、1870年代だったらそんなに珍しくもない話っていうことです。でもこの事件が航海史上最大の謎と言われているのはなんでかっていう。なんでよ。海に漂流はしているんだけど、船は結構真新しい状態なんです、うん、襲われた形跡がないみたいな感じなのね。そう、そしてさらに死体とかも一体もない状況。誰もいない。そう、襲われたという状況ではない。で、食料とか燃料とか資源とかも十分に備わっている船なんです。本当にじゃあ襲われた形跡がない。襲われた形跡ない。なのにもかかわらず、無人の船が海に漂流しているっていう、これが謎なんです。誰か襲われた形跡に突っ込まない。でもなんか海洋海賊みたいな。まるで神隠しで人がいきなり消えてしまったかのような船がもう海でこうさまよっているわけですよね。これが謎だって言われてるわけです。船内を調べたら、次々と奇怪なことが分かった。無人で漂流していたマリーセレスト号の船長室の朝食は食べかけのまま温かく、コーヒーはまだ湯気が立っており、調理室では火にかけたままの鍋が煮立っていた。そして洗面所には今までひげを剃っていたような形跡があり、ある船員の部屋には血のついたナイフが置いてあった。じゃあこのメアリー号、一体どういう船だったのかっていうのを説明していきます。運用船として使われていたわけよ。アルコールを運んでいた。アメリカの船なんだけど、はい、アメリカから出てイタリアにアルコールを届ける船として使われていました、この船で。この船の船長がベンジャミン船長という。あー、だろうだろうね。お酒運べって大体ベンジャミン。なんで聞いたことねえよ俺ベンジャミン。この都市伝説知る以外。当たり前ですから。当たり前なんだ。お前が仮面ライダーを見てもなかったぐらい当たり前みたいな。いやいやいや。この船長と、はい、奥さんと娘3人プラス乗組員7人、合計10人が乗っていたわけ。何に乗ってるの。地元声張っていかないよ。で、その計10人で乗っていたんだけど、はい、出航して、はい、1週間後に情報みたいなのが全く消息不明みたいになっちゃって、その1ヶ月後にデイグラジア号というね、また船がありまして、その船がこのメアリー号を発見したわけ。このデイグラジア号の船長っていうのが、うん、このベンジャミン船長と実はもうめっちゃ仲いいと思っちゃった。船長の名前何よ。モアハウスです。あ、だろうね。なんでだよ。ベンジャミンの友達はモアハウスだ。そうでもっと張っていこう。ベンジャミンの友達はモアハウスだからね。これぐらいの勢いで。完全に小峠だ。で、まあね、モアハウス船長が、あれなんか海で漂流してるけど、なんか合図とか送っても全然返事がないから、様子がおかしいってなって近づいたら誰もいなかったっていう。なるほど。こと消えてしまった原因が4つ有力な説があります。めっちゃあるやん。でもね、これ未だにね、分かってないんですよ。だから一応説です。まず一つ目が船長2人による共謀説という。まあ、何を共謀したかっていうと、足行き、うん、足行き足行き。急な予報やめて。ガチャーンって言ったね。ガチャーンって言うてました。もう何を企んだかっていうと、船がなくなって、その船をこのモアハウスが船を救いましたってことで海難救助料っていうお金をもらえるんだよね。でもこの説は薄い。なんなら船売った方が高い。あ、だからどう考えても割が合わないから、なし。そう、この説の信憑性は極めて低い。で、説2つ目、思わぬ事故説。台風とかが来てもうみんな
さらわれてしまった。全員気づくない。食料とかそのまま残ってんのに、うん、お前なんで人だけパーンなくなってんのよ。まあそういうことなんだよ。だからこれも極めて低い。で説3つ目、海賊に襲われた説。出たー、まあ、冒頭で言ってもうたけどね。でも襲われた形跡はないんだよね。そういうことでございます。声出てるよ。そしたら海賊が襲ってきたとしたら、こういうアルコールとか食料とか奪うはずない。十分残っているから、これも低いと。一番有力な説がこの4つ目で、気化アルコール説という。パッとわかんないでしょ。来て A 四郎説じゃん。違うね。一歩でどこでも行けねえ。それ何？まずそれだとしたら。手がそのまま一歩で蹴った場所こう。動かして一歩で戻って。あ、なるほど。人は沖縄にしかいねえ。沖縄にもいねえ。アルコールって蒸発しやすいのよ。で、熱とかを加えちゃうと、うん、蒸発してその空気を吸ってしまうとめちゃめちゃ危険なんだよね。さっきも言った通りアルコールを運んでるのよ。でプラスアルコールを樽で運んでたんだけど、このうちの1000ぐらい樽があって、そのうちの9個の樽が空っぽになっていたと。あら、これが蒸発してヤバい状態になっちゃう。めっちゃ有力やんそれで、死になってくる。え、でも死体ないよ。そう、なんで死体ない。酔っ払ってました。そう、蒸発したアルコールってアルコール飲むよりもめっちゃ酔いやすい、吸ってしまうと。なんかね、そういうね、タバコもあるぐらいで、飲む分だったら肝臓とかが分解してくれるからまだあれなんだけど、もう息ダイレクトに来ちゃうからすぐおかしい状態まで来ちゃう。で、だからこれを吸ってしまってもうみんな錯乱状態になってパニックになって落っこちてしまったか、うわやべえ危ないってなって一旦救助ボートとかで避難して、うん、でその間に思わぬ事故が起きて船に戻れなくなったのではないかっていう。救助ボートでどっか行ってる間に規定四郎がこう、だから規定四郎離れようってやってから、沖縄にしかいないんだよ。沖縄にもいねえんだから、プリにしかいねえ。まだこれが一番有力とされてるんだけど、はい、でもまあさっきも言った通り結局のところ真相はよく分かっていないと。すごい否定されたけど、あの4つ目の説以外俺の説の一番有力じゃねえ。ああそう、勝手に移動、勝手に移動。勝手に移動したよ、来てたかと思う。まあでも3つの論外さを考えたらもう確かに事故でなんか行っちゃったって考えた。それこそ予期せぬ事故だよね。今のところ謎は分かっていないっていう状態なんだけれどもですよ、はい、予想外の角度からぶっ込んできた説がありまして。長州小力。違いますね。なんで長州小力？でそれがですね、斎、はい、藤守弘というね日本人、この人が書いた本がありまして、その本の内容にメアリー号から脱出した人の意見が書かれてるの、この本。あ、生きてる人？生き残りがいたって。その人の体験談がその本に書かれてるわけで、その本の内容っていうのがベンジャミン船長いたじゃないですか、うんうん、いたよ。その船長とあと奥さんいるって言ったね。波とかでめっちゃ船が揺れるわけ。船の中にピアノがあったんだけど、そのピアノに押しつぶされて亡くなってしまったと、その奥さんが。で、それに悲しみに暮れた船長が海に投身自殺をしたと。で、それで残りのクルーたちはその船長夫妻だけが亡くなってしまったことから、自分たちが殺害したんではないかって疑われるのが怖くて救命ボートを使って逃げたって言ってるんです。おお。そこでさっき言ったデイクラチア号、モーハース船長、あの人が来て何人かは残ったわけ、その船に、はいうん、はいはいはい。で、その経緯を話したわけ。夫妻がピアノに押し潰されてしまって、うん、このような状況になっちゃいました。そこでモーハウス船長が考えたのは、じゃあ無人の船を救出したっていう体にしてご褒美として金をもらおうと考えたわけ。だから無人の船じゃないといけないからさ、もう残ったやつとかもさ、うん、完全に存在を隠して報告したわけ、帰って。なるほど。だからもう一言で言っちゃえば無人船を演じた詐欺行為。なるほど。隠蔽したんだ。そう、こういうことがありましたって言うんじゃなくて、その存在をもういないことにして無人船を救いました、お金くださいみたいな感じで莫大の金を得たっていう。モーハウス船長が。モーハウス、クズすぎ。頭いいね。頭いい。で、これを裏付けるエピソードがあって、この1872年にこの事件が起きたわけなんだけど、うん、その次の年にスペイン沿岸でアメリカの国旗が書いてある救助ボートみたいなのが岸に漂着したわけ。一、うん、人の遺体があって、はい、その数ヶ月後ぐらいにまたその同じような船が岸に漂着して、うん、はい、これもアメリカの国旗が書いてあった、うん、これもしかしてメアリー号のその逃げてきたやつの船なんじゃないかっていうことで、うんうん、結構盛り上がったわけよ。でもそれがバレたらさ、モアハウス船長的にはさ矛盾が生まれちゃうわけじゃん、うんうん、
だからこれを取り調べさせるのをやめさせて俺が預かるって言った。だからこの怪しさからもこの都市伝説結構信憑性が出てくるんじゃないかって。まあただもう昔すぎて追えないと。ちゃんと都市伝説。ザ都市伝説。すごい。すごい。都市伝説なんで。なんかサスペンスを見ているような。いや本当に展開が面白い。というわけでね、まあ一見ね、もう食料もね、燃料も十分に備わった船が人だけいないっていうこのよくわからないサスペンス的な船だったわけなんだけれども、始まりはもう船長夫妻の思わぬ事故で亡くなって、うん、でそれで船員が脱出して、でそこでモアハウスのもう人間の薄汚い欲が働いてしまった事件なのではないでしょうか。うん、信じるか信じないかはあなた次第です。ワンピース誰が言ったの？ワンピースは尾田栄一郎さんだね。着ては着て栄一郎だね。あ、似てるね。あなたの元にも着て栄一郎が来るかもしれません。信じるか信じないかは、うまくねえ、あ、うまくねえ。想像掴む覚悟でぶっかまれてる奴ら蹴っ飛ばして。